技神殿みやびです。これは明治の将棋指しの物語。羽生善治が棋士生まれるが、遥か昔天才棋士と謳われた天野宗法に敗れた藤吉は修行の旅へ。再び訪れた大一番にどえらい大手で勝負をかける。演じます、よろしくお願いします。お願いします。やめさー。先手3六歩。後手6二銀。我が名は大谷藤吉。挑む相手は天才棋士天野宗法。はっ、よいよっさ、はっ、せい、最後までお祭りを楽しんでいってください。ありがとうございました。